下宇佐町は、千葉県、香取郡にあった町。2006年3月27日に、成田市へ、同郡大英町とともに、編入合併された。農業中心の町で、北に流れる利根川沿いに、水田地帯が開け、水橋早場米の産地としても有名。第一では、畑作が行われ様々な作物が、栽培されている。中でも、無漂白なのに、真っ白なレンコンは、 町の特産品で国の減産政策がきっかけで栽培が始まった。現在ではハウス栽培、2年掘り、筋掘りなど多彩な栽培方法を組み合わせも1年中市場へ出荷されており、その販売戦略などが高く評価され、平成12年日本農業賞大賞を受賞している。また、サツマイモの生産も多い。利根川河川敷などでは、落農も営まれている。 工芸品の下佐鬼瓦も重要な産業の一つだったが今では、県下唯一の鬼瓦工場がこの町に残るのみとなり、千葉県の伝統的工芸品に指定されている。下佐城は歴史も古く、鎌倉時代は大菅市の所領として栄え、江戸時代には井上正重がこの地を含めて一万国を領する大名となり、三代藩主、政洋兵の時に、 高岡に、陣屋が置かれた。北東東南西南歴代町長並びに、職務執行者は以下の通りである。ありがとうございます。